版花より団子、ボーイズオーバーフラワーズやドラマ個人の趣向などに出演し人気が高い俳優イ・ミンホさんが8月25日渋谷 CC レモンホールでミノズジャパンセカンドイベントを開催しました。このイベントは当初3月に行われる予定でしたが、東日本大震災により延期されていました。イベントではこれまでとは違ってドラマのワンシーンからスタートです。굉장히오랜만에자유로운시간느끼고있어요친구중에미노즈라고있어요미노즈란이름을가진친구들이꽤많아요그래서일본에온김에그친구들다얼굴보고가려고イベントでは最近のドラマの話や初めてのワイヤーアクションについてのエピソードなどを話してくれました。また直接ファンに携帯で生電話をかけステージに呼ぶというパフォーマンスでは会場から歓声が上がりました。ゲストには新人歌手チャン・ユジュンさんが登場し歌を披露。2部は客席から登場してスタート。ファンの中から歩いてステージに上がるというサプライズで会場を熱狂させました。아정말가까운곳에서、네、얼굴들을다보고니까너무기분이좋네요公式ファンクラブミノズジャパンの2周年を記念してケーキでお祝いしたり、会場のファンと記念写真を撮ったり、さらに急遽身につけていたネクタイをファンにプレゼント。ファンからはたくさんのメッセージを受け取っていました。最後には日本語で歌を披露し、とても楽しい時間となりました。愛される明日を夢見る、もうこの心全部あなたなもの。あなただけのもの。ミノーズが생긴지が3년이됐는데、うん、그중에절반이상인2년을벌써함께했다는게시간이참빠르기도하구나라는걸다시한번느끼는것같고그또2년동안한결같이계속해서사랑해주셔서정말진심으로감사드리고요다음번방문때까지몸건강하시고요별일없으셨으면좋겠고저도늘여러분들이좋아하는웃는얼굴로또찾아뵙도록하겠습니다아리가또우자이마스